答えて俺流質問箱のお時間です。答えて俺流質問箱のコーナーです。では早速いきたいと思います。試合で緊張して実力を発揮できない若手に対してどんなことをアドバイスしますか？チロルチョコ。まあ緊張してる選手にアドバイスしても何も聞き入れてもらえないだろうと思うけども、あえて言うんだったら結果を考えずにやりなさいっていうことくらいですかね。あとはやったらいい結果が出るっていうことだけを考えてやりなさい。まあせいぜいそのくらいですかね。はい、次。現役時代守備はどこのポジションが一番好きでしたか？セカンドファーストサードやって、そのポジションポジションで難しさはあるんだけども、やってて一番楽だったのはサードです。で一番難しかったのはファーストなんで、まあ強いてあげればサードですかね。はい、次。25年ぶりに草野球を始めたのですが、バッターの時に全くボールに当たる気がしません。まず何から始めれば良いですか？まあバットを振るんであれば素振りから始めて、でボールを打つティーバッティングを始めて、それからフリーバッティングを始めるっていうのが準備的には一番いいんだろうと思うんで、まずは自由自在にバットを振れるだけのものを目指してバットを振り込んでください。それからの問題だと思います。はい、次。今年の夏は記録的な猛暑でしたが、夏バテしませんでしたか？はい、おかげさまで夏バテはしていません。夏はどっちかっていうと、自然に汗をかけるんで好きな方なんで、夏バテはしてません。はい、次。落合さんは鋭い洞察力を持っていらっしゃいますが、何がきっかけにそうなったのでしょうか？別に鋭い洞察力を持ってるわけじゃないんですけども、常日頃から物事を観察しながら見てるっていうことが、まあその見てることによって日々その違いが現れてくるっていうことなんだろうと思います。だから人と違った見方をするとかっていうことじゃなくて、自分なりの見方をしてるんで、それにどうやって自分で感じ取ったかっていうことを言ったりしてることであってね、まあ鋭い洞察力を持ってるっていうふうには考えたことはありません。はい、次。人生で一度でもいいからやっておいた方がいいことを教えてください。これは難しい問題ですね。難しい質問だと思います。まあ自分はもう70になるんだけども、一度でもいいからやっておけばよかったっていうことは未だに見つからないんで、まあ何が一番っていうことに関しては答えようがありませんね。だから、この質問に関しては申し訳ないですけども、自分なりの答えは見つかりません。はい、次。落合さん、こんにちは。落合さんは結構クールなイメージで見てしまっていたことが多いのですが、試合でめちゃくちゃ熱くなったということはありますか？これはね、常に熱くなったり冷めたりしてるってことはしょっちゅうです。まあ試合の中でその都度その都度ボルテージが上がったり下がったりっていうことはあるんでね。それをなるだけ表情に出すと選手が野球をやりづらいっていうことなんで、まあ必死で自分で我慢してたっていうようなことはあります。だから喜怒哀楽を表に出さないで物事を見てそれに対応してたっていうことがあるんで、
内心はめちゃくちゃ熱くなったりっていうことはあります。はい、次。今日はテンポがいいですね。ピッチクロックについて落合さんの考えを教えてほしいです。ああ、これね、今の日本の野球界でもしアメリカのピッチクロックを取り入れたら全部ボールだとかバッターにストライクだって言われるでしょうね。まあそれだけ日本の野球っていうのは間合いが長くて、まあその間合いを楽しむっていうような見方もあるんですけども、まあどっちかというと野球っていうのはあまり時間に縛られて見るもんじゃないんだろうなっていうふうに思うんで、どっちかというと反対ですけどね。まあでも決められたんであれば、この決められたルールでやるのはしょうがないんだろうとは思いますけども、今の現状、日本のピッチャーがバッターに対する時間、バッターがピッチャーに対する時間っていうのは、まあこんなに時間かかっていいのかっていうようなことはたびたびあるんで、まあそこは、アメリカが導入したっていうことは日本も、少なからず近い将来には導入されるっていうことなんで、それはそれの見方として野球を楽しむっていうのが大事なんじゃないのかなと思います。でも基本的には反対の方ですね。はい、次。 J リーグは1部と2部の入れ替え制度があります。プロ野球にもそうした制度は必要だと思いますか？これ物理的に無理です。6球団しかありませんから、6球団しかないものを一部二部に入れ替えるっていうことは土台無理なことなんでね、これに関して言えば賛成も反対もなく、現実的なことからすると無理だっていうことを言うしかありません。チーム数が増えたら入れ替えできるのかな？信子さんと夫婦喧嘩したことはありますか？どちらが先に謝るのでしょうか？すみません、こんな質問で。いつも楽しみに見ています。はい、喧嘩はしたことありません。だから謝るも謝らないもありません。喧嘩はしたことはありません。喧嘩は年中です。原因はすべてまあ謝ることもありません。絶対謝らない。何があっても。だから解決しないの。いつまでも。何十年も。そして間に入るのは福士さん。福士さんがジャッジするの。そこは謝れとかね。そうね。謝らないときは私よ、新幹線で、母ちゃん帰るぞって名古屋から東京までついてくれるの。息子はありがたいわ。ね。絶対謝りませんから、何でもやってください。はい、次。皆さんは謝れる大人になりましょう。それじゃあね、バイバイ。チョコが当たる質問は X 概要欄のメールアドレスからお願いします。